1963年7月20日の日食は、1963年7月20日に観測された日食である。日本北海道、ソ連千島列島、アメリカのアラスカ州、カナダ、アメリカ本土メイン州で海帰日食が観測され、北アメリカのほとんど、アジア北東部、ヨーロッパ北西部で部分日食が観測された。海域帯が通過した海域日食が見えた地域は、 北海道、ソ連チシマ列島、アメリカのアラスカ州南部、カナダのユーコンジュン州南部からノバスコシア州南西端までの広い範囲、アメリカ本土北東部のメイン州だった。海気職の最大はカナダのノースウエスト準州南西部にあった。日本の陸上で観測可能な海気日食としては20世紀で最後の事例だった。当時15歳で北海道に在住していた。 モーリー・マモルは、この回帰日食を見て科学者になることを志したと、述べている。また、回帰日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は北アメリカのほとんど、日本中北部、中国東北部の北東部、ソ連北東部と北部、北ヨーロッパの北西半分、ブリテン諸島の北西半分、ポルトガル領アゾレス諸島、南アメリカ北部だった。そのうち北アメリカとヨーロッパでは、 大体7月20日に日食が見え、アジアでは大体7月21日に見え、ソ連のヨーロッパ部分の北極海沿岸にある、ビアクヤのある一部の地域では深夜0時をまたいで7月20日から7月21日に見えた。カナダのドミニオン天文台、カナダ国立研究機構、サスカチュワン大学、イギリスのオックスフォード大学の科学者は、カナダ空軍の飛行機に乗り、 ノースウェスト巡州のグレートスレーブ湖上空3万フィートで回帰日食を観測した。グレートスレーブ湖にはナビゲーションシステムの欠如のため飛行機はカナダ南東部にある首都オタワからノースウェスト巡州のフォートシンプソンまで飛びまたオタワに戻る必要があり往復で約13時間だった。日食当日の7月20日 グレートスレーブ湖に薄い雲が4万フィートの高さまで存在し、光学観測は成果がなく、事前に飛行機で設置された機械は観測データを記録した。また、約100ノットの風速の影響で、飛行機は予定より1分早く予定地点より、西の場所で月の本陰に入った。カナダ王立天文学会の科学者は、ケベック州のグランメルで電波観測をした。 1963年7月15日から20日付のアメリカ漫画ピーナッツはこの怪奇日食を言及した。登場人物のライナス・バンペルトは安全な観察方法を解説し、太陽を肉眼で直接見ないよう呼びかけた。アメリカの作家スティーブン・キングは1992年に刊行された小説ジェラルドのゲームとドローレス・クレイボーンでこの怪奇日食をプロットの 重要な部分として使った。2009年に放送されたテレビドラママッドメンのシーズン3の第7話契約もこの回帰日食のことを示した。アメリカ作家ジョンアップダイクは1968年の小説カップルたちで、この日以外にそれほど不吉な日はたった1日、1962年10月、ケネリとフルシチョフが キューバ上空であった水曜日だったとこの回帰日食を言及した。ありがとうございます。